おはようございます、まちゃみです。今日はですね、チョコレートのテンパリング、普通売ってるね、街中のチョコレートと違ってクーベルチュールという特別ね、ちょっと高級なチョコレートになるとテンパリングという作業、温度調節というのをねしないと、仕上がった時に曇ってしまったり、ツヤがなくてね、こう白くなっちゃいます。それをね、温度調整によってツヤのある綺麗なチョコレートに仕上げることをテンパリングと言います。そして今日はその作業をビデオで紹介しようかなと思っております。まずね、チョコレートをね、このように湯煎にかけて溶かしていきます。はい、現在の温度54度、これをね50度まで下げます。この下げるときにね、混ぜながら冷めたり、もし熱すぎたらね、軽く氷を当てて、50度まで下げていこうと思います。現在54度、これ結構時間かかるんでね、氷に当てます。氷に当てるときはこのようにして軽く、大きすぎるとね、当然のごとく固まっちゃうんで、こんな感じで、そしたらすぐに外して、まだ熱いんでね、このようにすぐにきれいに溶けます。今このままね、型に入れて固めちゃうとね、型から外れなかったりします。うちの店ではね、こういうドーム型を使います。なのでね、このドームからチョコレートをトントントンってやるときに、こういう金属の棒も使いますので、ドームを作る場合はこういう金属の棒をご用意ください。紙袋とか、あとはプチプチ、しかも塗りつけてくるくるって丸めるとね、あのプチプチの形ができて、割と可愛いチョコレートの入れ物とかできますので、やってみてください。とりあえずね、基本のテンパリング全て一緒です。このテンパリングしてる時にね、もし氷当てて冷えすぎちゃった場合はね、もう一度50度以上に上げて、一度50度で一定にしてください。今52度、この時ね、ほったらかしにしないで、こうこまめに混ぜながら温度を下げていきます。現在 49.7、ここだったらね大丈夫です。そして先ほど紹介したチョコレートを、包丁でね細かく切ってあります。それを混ぜ込みます。チョコレートの、ね、量に対してこの細かく切ったやつ1/3、この1/3の量のね、細かく刻んだチョコレートを混ぜていきます。とりあえずね、全部きれいにこんな感じに混ざったら、少しね、この粉のチョコレートが溶けるまで1分ぐらい置きます。こんな感じですね。はい、1分経ちました。このチョコレートをね、細かく切るときはなるべく細かく、粉になっても構いません。細かくするとね、簡単に溶けるようになります。先ほどのね、粉のチョコレートを入れて混ぜると33.8度、ここまで落ちるようになりますね。これを32度まで持っていきます。下から上、上から下へ、こんな感じでね、何度も繰り返して温度を下げてください。
32.7 度、このような状態になりましたらね、作っていくことができます。そうしましたらね、もうゴムベラは使わないんで横に置いときます。これでね、容器の中にたまった余計な分を落としていきます。このように取れましたら縁をきれいにして軽くならしてあげます。そしてシートパンの上に並べていきます。常に温度をねチェックしながら28度以下にしないように気をつけてください。部屋のね温度にもよりますけど、寒い部屋でやると結構早くねこのチョコレートの温度が下がってしまうので、また湯煎にかけてね32度まで上げてください。そしてもし間違ってね34度まで上がってしまったらまた50度まで上げてやり直しになります。先ほど作ったチョコレート固まりました。はい、こんな感じですね。自然に取れます。こんな感じに出来上がります。これがねテンパリングをちゃんとやってある、証拠ですね。この輝きこんな感じです。もしねこういうのを作るときに、取りにくいなと思ったらねこういうふうにやると浮いてくるんで、そうするとこのような輝きが出ます。皆さんもぜひやってみてください。チョコレートってね難しいでしょうって言われますけど、ちゃんと温度管理さえすればね、問題ありません。そしてよく言われる、何度だっけな、結構上げてからね40度以上上げて28度まで落として32度まで上げるっていうね、この上げて下げて上げるというのが、結構めんどくさいんです。その時にねこの僕のやり方の、初めにね54度ぐらいまで上げて次に50度まで落として、そしてさっき見せたねあの細かく刻んだチョコレートを入れて32度までいったら使えます。でそこからまた冷えてくるんでね、どんどん下がって28度になってしまったらまた32度で上げればね、再びテンパリングをしなくてもそのまま使うことができます。もしね32度をキープできるならそのままキープしてもその方が早いです。例えば湯煎をね湯煎して32度のお湯の中につけとけば、チョコレートの温度がなかなか下がりにくいんでね数多くできます。これ今もうまた火入れちゃってますけど、これを、紙袋とかね何か流し込んで、先ほどのように例えばこのボールこのレードルのようにねレードルで形を作りたかったらこのように全部落としてこれを冷やせばポロって取れるんで、したらこれがね器になります。これ袋でやってもできます。ということでいかがでしたでしょうか。
うちの会社で使ってるのはね、ワイヤルはチョコレート、そしてこれが先ほどできたチョコレート、輝きありますね。それでこれがね、細かく刻んだチョコレート、先ほど見せたね、板チョコをこの粉のようにして混ぜたやつですね。ぜひ皆さんも難しいって決めつけないでね、チョコレートやってみてください。ちなみにこのワイヤルアのチョコレートはね、ノースショア、あそこで作ってるんでね、そしてこのワイヤルアチョコレートの特徴、食べた時にベリーのような香りがして、口の中にね、こう爽やかな軽い酸味がきます。ベルギー産のね、バローナは思いっきりね、こう酸味が強く感じるんですけど、このワイヤルアのチョコレートはね、軽い酸味でベリーの香りがするので、とても美味しいです。ちなみに私が使ってるのは 55%、もしよかったら作ってみてください。ノースショア行った時はね、板チョコで買っても構いません。たまにね、街中で売ってることあります。それでは今回はね、短めの動画ですが、このチョコレートのテンパリングのやり方を紹介させていただきました。またねー。バイバイ。